皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ルーブル美術館のコレクションの続きです。現在は、紀元前2340年と、ちょっと細かい区切りで、えー、見つかったものが展示されています。 いやー、タブレットもだいぶ表現が細かくなってきましたね。はい。昔とは、何百年前とは全然違いますね。はい。これだけの進化があるんですね。やはりね。あの、昔でもね。はい。すごいな。 ねえ、もう何か物語でも語ってそうなぐらいの分量ですよね。書いてるものも。はい。ちょっと漫画と思えば漫画チックですけどね。はい。こわりが <laughs>。漫画チックですけどね。はい。えこのページずっとタブレットですかどうなんでしょうね。これ全部タブレット行きそうですけどね。いや、しかし細かくなったなぁ。 紀元前2700年ぐらいの頃はもうかなりシンプルだったんですけどねすごいえこの一種のアートにみたいになっちゃってますよねすごいなあへえあ 本当にこのページタブレットだけで終わりそうですね。はい。こんなにも多くの,のタブレットを見れて、まあ、幸せというか、何というか、なんと言えばいいのやらっていう感じですね。はい。けど本当に表現が細かくなりましたね。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。